ライトがないやつでも。レイスじゃん。マジで疲れるな。マジでこの手口してる。マジで疲れる。レインとエミン回した方がいいよ。君はユイが持ちこたえて俺が回復して下回すけど、までの間はどれだけ回せるかだから、こんなにどこなのかな、こんなとこなら結構一応見せるわ。それで急いで回してもどこに来るか。出ればここ5割、目標5割、あとカバーも入らなきゃいけなくなるから頑張んないといい。エンミンのところが回ればな。おい、こいつ箱漁ってんじゃねえよ。こういうやつなんだよな。自分さえ良ければいいっていう。俺が回してる発電機のとこに来ればいいだろうよ。ここによ。
木村優衣がいたけど、タイテンはノーマンあるかな。あ、だからってやつが、あの、脱出しそうでムカつくよね。ってやつが脱出し、あ、箱は去ってる時点でマジムカつくよ。ねえ、来る暇なんかねえだろ。ほら、これがあるから。ノーマンチェッカーしてよかったね。あ、絶対これがあるから。これがあるからもう 120% やばいと思ったけど。まあ、俺はレース嫌いだから、誰が出てもいいんだけど。もう勝ち確だから。フェミがもう出てるから、もう勝ち確だから。ノーマンがあると思ったよ。うん。絶対このパターンありそうな雰囲気は漂ってたから。もう予想はしてたからいいんだけどさ。あとは脱出するかしないかは、まあ、ノーマン壊せないときついよね。ノーマンどこにあるんだろう。よっ。これは多分。これがヒーローちゃんデッドバイナーススーパース。よし。本当に発電機蹴りもしないで、ただ、追いかけてるだけのやつだから、本当に面白くないやつだよ。これ、レースだよ。どうしよう。全員通報だよ、レースに。話は。立ってるやつはもうダメよ。面白くないキラー使わないの。リンゴするやつ使って勝ちなさいってある。なんかわかんないけど、レースに対レース職人みたいな人が良かったわ。いや、あれがあるから早く行けば、いや、ダメだこれ。一発もらっていいのだよ。それがあるんだから前に進めばいいのに。課金する、あれはあるけど、技術っていうか、この一般常識があれだってことね。デッドバイ一般常識が。まあ、課金できなくても実力ある人とやりてよ。まあ、ただ、レイって人を俺は初めて見たから、まあ、その点は良かったんじゃない。え、前に突っ込むのなんて、だから俺前突っ込んでんの。我慢効果があるんだよ。まあ、知らないのか？わかんないけど、我慢効果があるんだよ。でも、助かった、助かったのがわかんないんだけど、このままだとやばいんだけど。我慢効果があるから、突っ込め。みんな突っ込めよ。うん。我慢効果あるから、木村ゲーム大丈夫だな。フックに吊るされると、聞かなかったかな。いや、聞いたよ。うん。我慢効果なんかあるよ。出されるとよくわかんないけど。うん。昔はなんかなかったような気がするんだけど、なんか今はついてるよね。昔はなかったってか、昔もあったのかもしんないけど、どっちなんだろう。いや、だからね、俺は多分、まあ、一発もらっても大丈夫なはず。助け出される。もう疲れてきたわ。もう疲れてきた。いろんな点で。俺ともデッドハードしたの？レインってこう。我慢効果ある？